マルゲリータ・ダウストリア、または、マルゲリータ・ダズブルゴは、パルマ公を追ったアビオ・ファルネーゼの日。神聖ローマ皇帝兼スペ,ンスペイン王カール5世の諸子で、母は、フランデレン人のヨハンナ・マリア・ファンデル・ヘンスト。スペイン語名は、マルガリータ・デ・アウストリア。1521年10月22日、オーデナルドを訪れたカール5世は、ある宴会で出会った、没落貴族の娘であった。 マルガレータファンヘイストと出会い、ひと時を過ごすと12月12日まで滞在し、幾くかの金を渡すと共にこの町を去った。翌1522年に生まれたマルガリータは認知され、父方の王馬マルグリット、後に、おば、マリアの下、ネーデルラントで育つ。1536年、フィレンツェ公、アレッサンドロ・デ・メディチと結婚するが、1年後に、夫が暗殺される。 1538年、オッタービオ・ファルネーゼと再婚。1545年に、双子の男児カルローとアレッサンドロを産むが、育ったのはアレッサンドロのみだった。父によって1554年6月6日付で、作成された遺言書では、マルガリータを、チンの娘として、大いなる美徳と連秤の情をもって尊厳し、厚遇するようにと記された。1559年、 イボテイのスペインをフェリペ2世の要請により、ネーゲルラント17州の総督となり、反動的俗領政策に協力した。しかし、カルバン派を信仰する現地のブルジョアジーである、五位戦同盟の進出、大衆放棄など犯行が激化、これらを抑えられずに、アルバコフェルナンド・アルバレス・デトレドと交代させられた。1567年以後、イタリアに引退した。上野健太郎。 スペインハプスブルクカルロス5世の旅。JTBP66 伊藤明。南の悪魔フェリッペニセイスペインウォーゴンの世紀の巨実に取りかげ者。ありがとうございます。